はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。正雄様、淳様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。東京29区日暮里駅で凱旋してまいりました。お声掛けくださった皆様ありがとうございました。いろいろ喋ってきましたけれども、まあ自民党ね、岸田総理の弟が出稼ぎインドネシア人の受け入れ会社やってるから激増してるし、河野太郎は日本端子を儲けさせたくて太陽光パネルゴリ押ししてるし、小泉進次郎の奥さんの滝川クリステルが財団やってて太陽光発電事業やってるし、自民党そんなのばっか、あみたいな話もしてまいりました。朝日新聞社説で河野太郎と大林美香を大応援、大擁護、中国企業ロゴは単なる事務ミスだ、政府は疑念が解消するまで再エネタスクフォースは休止としているが、宙吊り状態は避けるべきだ。大林美香と自然エネ財団の復権を、原文読みましたけれども、朝日新聞はべきべきうるさいんだよ、倒産しろ、なんとかすべきとかこうすべきとかべき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 うるせえの、倒産しろ、おせっかい、世論です。答え合わせ完了。必死だな。単なるミスならなぜ委員を辞任したんだ。令和の大石明子も同じようなこと言ってたな。朝日がそういうことなら再開しない方が、中国に尻尾振るのも大変ですな。さらに怪しくなってきたよな。みんな知ってる朝日の逆が正解、単なる事務ミスだ、事務ミスではない、タスクフォースを再開させるべきだ、永久に開催すべきではない、中国との関係を示す材料とは言えない材料ですということで、逆が正解。河野太郎と朝日新聞は中共の犬同士かばい合ってですね、中共に指令を受けた目的達成のために頑張ってんでしょうね。日本中を太陽光パネルだらけにしろ、っていうようなね、で電力を不安定にさせろ、夜は発電しねえからね、雪降ってもね。私が河野太郎に訴えられてることもテレ朝ではやりそうもないですね、なんかね。産経記事、川口クルドの小学生率は 20% で突出して多い、つまりですね、小中学生7歳から15歳までの人口が2割っていう、その他の人口が8割ってことかな。日本人の小中学生率はたったの 7.1%、 2倍以上ですね、3倍近いですね、クルド人の子供率、つまりクルド人子供多くて小中学生多くて、まあ大人の人口に対してね、家族もろとも難民申請したり川口で出産したり、事実上の移民化が進んでいると、岸田これどうすんの、増やされちゃって世論です。なんとかしろよマジ、日本人は減って増えるのはクルド人ばかり、まだまだ繁殖するぜ、フランスか待ったなしで、出たどんどん仲間を呼ぶぞ、日本人の税金で不法滞在の外国人を養うスキームが出来上がっている、クルド自治区になってしまう、そのうち日本人は川口から出ていけと言われる、まだまだ大丈夫なんて思わん方がいいぞ、こいつら受け入れるとか言ってるやつの家にクルド人を一人ずつ住まわせろ、子供が生まれると送還されにくくなるのを知ってるから女性をしつこくナンパする、まあ川口氏が選んだことですしと、法務省が特例としてですね、大臣権限で日本で生まれて小中学校に行ってる児童とその保護者に特別に在留許可出すなんてバカなことやってるから、産んだら勝ち状態でせっせと産んでんですよね、子供が中学卒業するまでに次の子供が小学生に入学できればずっといられるんですかね、それともですね、子供が中学校卒業したら、特例も外れて帰れってことになるんでしょうかね、その辺不明なんですけどね、特別に在留資格もらったらもうずっといられるの、子供が成人しても何しても、クルド人が日本人女性につきまとってしつこくナンパ、
車に連れ込もうとした事案も多数目撃されております。中には性交されちゃって被害に遭った女性もいるんじゃなかろうか。ついこの間も女子中学生が暴行されてましたもんね。メール党員懇親会で川口自警団に参加している方と話しましたが、警察が当てにならないから自警団が必要なんですよね。川口わらびの警察署はもっと恥ずかしく思った方がいいかんな。お前ら情けないから自警団っていうのが必要になってくるわけでね。6月から施行される新入管法で川口クルド人過剰増殖問題は解決するんすかね。難民申請期間は平均26ヶ月だそうであります。2回までって言っても4年と4ヶ月滞在できちゃいますもんね。だからね、自国にパスポートもらって、もらえて飛行機で日本に来たのは難民じゃないんだから、日本国内の難民申請窓口廃止しろっての。日本に来てからの難民申請はなしね、いうふうにしたらいいんじゃないの。だってパスポート持って飛行機で来んだもんね。泳いで来るわけじゃなくね。外国にある日本大使館に転がり込んできたような状況だけね、しぶしぶ対応すればいいんですよ。それも全部救ってやらなくて OK ですよ。借金返さず追われてるなんてのが大半なんだからさ。虚偽書類で約5年間の間に350人余りの中国人に在留資格を更新していた行政書士2人逮捕。王なんとか62歳、豊田、なんて読むんだろうね、これ。近広って読むのかな。76歳は、虚偽の勤務先などを書き、謝礼として、一人約25万円受け取っていた。350人で、1億円以上荒稼ぎしたと見られると。世論です。やべえ、国になったな。こんなことばっかりやってるんだろう。犯人の一人は中国人か。どんどん逮捕しろ。もちろん、脱税してるよな。脱税してますよね。これ、謝礼としてもらった1億円。これ、申告してないじゃん、多分。どんどん送還しろ。反対している立民と共産は滅ぼせ。むちゃくちゃな国になったな。やっぱりこういう奴らが不法滞在者を支援してるんだね。つまりこの350人を一網打尽にできるわけだな。行政書士もやばいけど、司法書士もやばいっすよね。在日中国人向けの小冊子とか、雑誌とか新聞にですね、永住申請格安とか、滞在資格更新代行の広告ずらりですよ。簡体字なんで日本人は読めないんですけどね。こういう連中がですね、不法滞在者を擁護する界隈なんだなぁ。結局は金目ですよね。この350人は一網打尽ですね。よかったよかった。とっとと送還してですね、二度と入国させるなよと。犯罪者の再入国防止のためにですね、空港で DNA 検査すべきなんだよね。あとは港で。犯罪者は国家に DNA を取られますんでね。池袋署、マイナカード偽造で中国人のポンローロー28歳とルーチョンロン41歳を逮捕。ポンローローだって、なんかお菓子の名前みてえだな。千葉県のアパートが偽造工場になっていた。世論です。工場で簡単にマイナカード偽造とかデジタル大臣どうすんの。またお前らデマ太郎に騙されたのか。目視で確認しろって言ってたぞ。偽造マイナカードをどう悪用するのかが知りたい。足がつかない携帯電話を手に入れて犯罪に使う。偽造カードで借金もできるって話。さすがに今後は IC 読み取り必須にするだろう。偽造しやすいものを作った時点でデマ太郎の負けと。マイナカードは在留カードと比べホログラムがないからラグダーとか言ってたみたいであります。河野太郎は偽造は見破れる目視でって言ってましたけどね。おかしいですね。偽造カードは 1,2 万円で販売されて、いたそうであります。安いですね。安すぎない？ 1,2 万円で確たる身分証明書になるっつったらさ、そんだけ出回ってて値崩れしてるってことなんですかね。怖すぎますよね。それで借金できるって。一回踏み倒されたところは懲りて読み取り機、導入するようになるんでしょうね。犯罪のやり得を逃すなと。今日の単身です。移住者と連帯する全国ネットワーク、移住連、ってとこがあるんだって。が永住資格取り消し反対の署名を4万筆集め国会に提出。本当に4万人
いないよな。一人が100も200も書いてるよな。あとはあの書いてんの日本人じゃないよな。あ、外国人に不安を与え差別と偏見を助長する、外国人が安心して日本に住めなくなるとか言ってるみたいであります。永住資格取り消しね、税金の故意滞納と禁錮刑になるような犯罪しなければいいだけなんですよね。そういうことしようって思ってる外国人に安心して暮らしてもらっては日本人困るんですけどね。そういうことする外国人を善良な外国人と区別することは差別でも何でもないですよね。むしろ善良な外国人はですね、あいつらと一緒にしないでくれって法改正望んでると思いますよ。何でもかんでもね、差別って言えば日本人がひるむと思うなよ。そんなね、あの30年前の司法が通じると思うなよ。難民申請2回まで、改正入管法施行に反対して関東弁護士連合会が70人規模でデモやったみたいであります。難民とつないだ手を絶対に離してはいけないとか言ってるみたいなんですけど、難民じゃねえから送還されんだろ。難民じゃねえからさ、難民申請2回跳ねられた難民じゃない人が送還される。大体だな、優雅に飛行機で来る難民って何なんだ。6月10日から施行で1ヶ月切って必死ですね。弁護士先生方はですね、偽装難民とかかるとよっぽど美味しい思いできるみたいですね。離婚後の単独親権から共同親権に77年ぶりに民法改正が参院通過。親権を得た親が子供に合わせない。例えばあの母親が親権を得たとすると子供を父親に合わせないであるとか、父親がですね養育費の支払いからバックれるなどの問題がありまして、単独親権には、国連からも思い余って子供の誘拐とかあるからなんとかしろ、指摘されて、おりました。単独親権を得た親の権利は弱まりますけれども、子供の幸せのためにはいいんじゃなかろうかなーって。これ、反対理由ってあります？異論はありましたらコメントかなんかで、こういう問題点があるみたいな、教えてください。フランス領ニューカレドネで独立を目指す暴動発生で4人死亡、天国に一番近い島で4人死亡と、独立目指す暴動って革命じゃん、革命。フランス政府、暴動の裏に中国共産党がいるとして TikTok を遮断。TikTok で煽ってるみたいなんですね。あの独立しろ、お前らひどい目やってるぞ実はみたいな、そそのかしてる。中共はできることならですね、沖縄も琉球国として独立目指す暴動を起こさせたいんだろうな。実際ですね、そういうですね県知事候補立候補したことありますよ。琉球王国独立を目指す考えで、まあ手先を知事にすることには成功してますけどね。デニー知事、中国共産党の手先っていうか犬っていうか、でしょでしょ、あの人も何やっても朝日新聞は擁護するんだろうな。河野太郎と同じでね、中共の犬同士仲がおよろしいようで、仲良きことは良きことからじゃねえからなっていう話でありますね。そういえばあの 100g 5000円とかっちゅう緑茶ありますけど、あれどんな味すんだろうね。共同親権の話なんですけど、今離婚多いからね。私もですね、まあ、4、5人で飲んでて、気がつけば全員バツイチっていう飲み会やって笑っちゃったことありますけれども、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。